さん、こんにちは。ティンダーマークはケンタカです。今試合で74度目の1日1ポイントを達成しました。ファンのおかげです。イエーイ。今日はダジャレ弁当を読み聞かせたいと思います。100回記念、そして公式戦で5周年記念ということで読み聞かせます。今日はふーちゃんの遠足の日です。けどお父さんもお母さんも寝坊しました。うわー、お弁当何もできてない。カーポのお弁当箱が言いました。そしてフライパンが言いました。ほな、遠足行っても何も食べんと遊んでたらええがな。そんなダジャレ言うてる場合ちゃう。みんなでお弁当作ったろう。ほな、まずはおにぎりや、しゃもじが言いました。そしてたくあんが。ほな、今からご飯、たくあんスイッチオン。お、またダジャレか。はい。僕、ウィンナーソーセージ、お弁当入れて、そしたら、フライパンが、ソーセージ、ソーセージ。僕らコロッケ、揚げて、油で揚げて、ジュワー、ジュワー。あー、焦げて、真っ黒けー。そこへ梅干し、残念、酸っぱい、酸っぱい。そりゃ失敗やろ。コロッケが解消した。いやー、なかなか面白いな。醤油差しが言いました。ほな、わしも一つ、私も一つ、こんなダジャレばっかり、おたまが、おったまげだ！お弁当箱さん聞いてる？はよ、お弁当食べたい。水筒もお腹水筒、まだ早い。まあ、泣いた泣いた。なんでやねん、なんで泣くねん？いやー、なんか、言わなあかんって思うて。ザルくんはさっきからおとなしいな。見ざる、言わざる、聞かざるです。おーい、キウイくん、デザートに入れたのか？はーい、君はキュウリや。よっしゃ、ご飯炊けた。おにぎり作るぞ。しゃもちが言いました。僕、お尻ふりふり。お尻にしり。僕、ピリ辛にして、おにぴり。うわー、辛いわ、ヒリヒリする。おにぎり。ピリケツで、おにぴり。もうないか。七味くん。七味とがしくん。なんか言え。みんなが言いました。そしたらお弁当ばか。いや、もう時間ないから、はよしよう。そんな考えてる時間ないって。その時窓からカラスが入ってきて、チリトガシそんなに入れたら辛すぎます。おー、続いて窓から入ってきたジャガー。おいおい、肉ジャガーも作らんかい。うわー、君はなんや、火星人です。おやつは落花生がいいと思います。よし、その落花生、はよ火星。一気火星や。あー、ダジャレが出てこん。いかにもわしはジャガージャガー。うん、面白い。ホットケーキもおやつに入れて言うとるで。あかん、食べたら美味しいない。ホットケーキはホットケーキ。そしたらまたお弁当箱。ほら、もうええから、はよお弁当。みんな黙って仕事しました。あ、電話や。校長が出ました。もしもし、はい、わかりました。誰？校長先生や。そりゃ校長先生や。で、なんで？もうすぐ出発時間です。急いで作ってください。そしたら小松菜が言いました。それは小松かな。ああ、面白いな。イワシにも生姜も欲しいな。生姜はないわ、生姜ないわ。ああ、ダジャレ。思いつかん。ほら、はよ作れ。は、はい。そして、じゃじゃん。ふーちゃんのお弁当ができました。パーチパチパチパチ。ああ、よかった。カースにお兄くんは留守番や。パンでも食べながら留守番とこ留守番。ダジャレばかり言うてんは誰じゃ。おしまい。バイバイ。